こんにちは、正臣です。マレーシア在住の日本人の間でこんな噂があることを知っておりますでしょうか。噂の真意は分かりませんが、このチャンネルをご覧になっている方であれば、私が何が好きかというのを知っていると思います。マレーシアココナッツといったらあれですよね。今日はあれを食べに行きます。レッツゴー。マサオミチャンネル。ナナです。今日はクアラルンプールではかなり有名なチェントルのお店に来てみました。独特な絵ですよね。おしゃれなカフェという感じがいたします。通常いつもは行列なのですが、混んでなさそうな時間帯を選んで私は訪問しました。価格も手頃で安いです。これは嬉しいポイント。パンもたくさんありますね。早速運ばれてきました。こちら小豆が日本のあんこに似てますね。とっても美味しそう。ツヤツヤですね。ココナッツのパンも注文してみました。他のお店と比べるとちょっとちょっと小さいかな。大盛り希望ですね。いただきます。さあチェンドルから食べましょう。はい、正直に言います、とっても美味しいです。このね、小豆がね、本当にあんこのような甘さで、マレーシアではすごい珍しいなと思いました。ココナッツミルクとパームシュガーの相性が抜群でした。食べているとね、お店のね、こだわりがすごい感じられます。さあ続いてパンです。パンを割ってみましょう。パンを割ってみるとココナッツがいっぱい入っておりました。こぼれるので気をつけてください。私は結構こぼしましたね。パンも美味しいです。噂通りのお店でした。ただね、一人では入りづらいかもしれません。一人で来てたのは私だけでしたね。このお店はリピート確定で、満足度がとっても高かったですね。ぜひとも足を運んでみてください。まあそんな感じで、今日はおすすめのチェンドルのお店を紹介させていただきました。皆さんのおすすめのお店も教えてください。それではまた。バイバイ。